岡総一郎引退。巨人立岡総一郎が現役引退することが分かった。今季は膝の手術を経て5月に再び支配下契約48試合に出場して84打数18安打で打率214。立岡もか、今年怪我から復活した姿を見られてよかったね。 CS 出てたやないかい。2015と今年の交流戦は忘れないよ。 CS でも使われてまだ構想に入ってるかと思ってたよ。梶谷の引退会見にいたやん。相当ギリギリまで悩んでたんだろうな。トレードされたの知らない人もいそう。トレード加入して12年も生え抜き同様の存在。梶谷といい立岡といい巨人のベテラン外野陣が引退するの寂しい。戦力外通告されたからそれなら引退するって感じやな。交流戦の時はまだまだいけるなと思ったけど、 CS の結果で決めた感じやな。逆に言えば出番なかったら来年もやる気あったんじゃね。来季巨人立岡2軍打撃コーチ爆誕。引退する人 CS で使ってたんか。重信や岡田は残留と見て良いのかな。支配下4人育成落として余裕できたし、あとはゲンドラ次第やな。いらないと言われがちやったけど2軍で若手の面倒を見たり、たまに1軍上がってくると渋い活躍したり好きやったで。この後も球団に長くいそう感がすごい人望あるみたいやし、なんやかんや息の長い選手だったな。